美味しいグルメ、そして美しい自然を体験できる宮崎県。その宮崎県の玄関口になっているのが宮崎空港です。多くの人は宮崎空港に着くとレンタカーを借りて県内各地へと観光に行きますが、中には車は使いたくないという人もいると思います。そこで今回は宮崎空港から県内各地への公共交通を使った移動方法をご紹介しようと思います。今回は宮崎市以外へのアクセス方法をご紹介します。空港から宮崎市街地への移動については別の動画でご紹介しているので、そちらをご覧ください。まずは県の北部です。日向市や延岡市への移動はバスがありませんので JR 一択となります。空港に隣接する JR 宮崎空港駅から特急列車と普通列車が延岡市方面へと直通しています。特急日輪号や日向号を使うと延岡駅まで1時間と20分、日向市駅まで1時間強かかります。どうしても安くで行きたいという場合には普通列車で移動することもできますが、所要時間は20分から30分ほど特急よりもかかってしまいます。料金はこれぐらいです。ちょっと高いなぁと思うかもしれませんが、特急だと九州ネット切符というネット限定の切符を使えば300円ほど安くなります。特急だと早いのはもちろんのこと、座席のグレードも良くてとても快適な旅になることでしょう。また観光地として名高い高千穂へは延岡駅からバスに乗り換えて1時間20分ほどかかります。ちょっと遠いですがしょうがありません。また県の北部とまでは言えませんが、宮崎市の北側に古墳などで名高い西都市があります。こちらへは JR は通っておらず、また空港直通のバスもほとんどありませんが、1日に1本夕方だけ直通するバスがあります。それ以外の時間帯には基本的に JR で佐土原駅まで移動した後にバスに乗り換えて移動するというふうになります。佐土原から西都へのバスはあまり便数が多くないので、ちょっと移動が大変かもしれません。公共交通だけだとやっぱり不便ですね。さて県北部の次は県南西部、宮崎県で2番目の人口を誇る都城市へのアクセス方法です。都城には JR こそ通ってはおりますが、宮崎空港から直通で行くことはできません。一方宮崎交通が空港から直通の特急バスを運転しています。こちらが便利です。1時間に1本から2本運転されていて、空港から都城市街地の中心部へと乗り入れてくれます。都城駅前までで所要時間は1時間ほど、料金は1650円です。ただ宮崎交通の路線が乗り放題になる1日乗車券が1800円で販売しています。継続してバスに乗る場合にはこれを買うのが便利でしょう。宮崎空港のバス営業所で買うことができるほか、トヨタ自動車が運営しているマイルートというアプリからもオンラインチケットを購入することが可能です。空港から都城に行った後また宮崎市内の方へ戻るといった場合には断然お得になりますので覚えておきましょう。次に県の西部小林市海老野市方面です。小林市についてはこちらも宮崎交通が直通のバスを運転しています。小林は人口が少ない分都城方面と比べてちょっと本数が少なく、平日は9本あるものの土日祝日は7本から5本程度にまで減ってしまいます。しかし空港から乗り換えなしで、しかも高速バスと同じようなリクライニングができるゆったりとした座席で移動することができるので結構便利です。小林市海老野市には JR 吉都線が通っていますが、大きく迂回しますし、また非常に本数も少なく乗り換えが必ず発生するので空港からの利用は非常に不便です。直通バスの所要時間は1時間と50分程度、運賃は2010円です。都城のところでも説明した1日乗車券を買えば片道だけでも元を取ることができます。座席はいいんですが、残念ながらトイレの設備はありません。途中にトイレ休憩もありませんので、乗車の前には忘れずに用を足しておきましょう。小林市の西隣にある海老野市には残念ながら直通の交通機関はありません。小林駅での乗り換えが必要になります。また海老野市まで行ってしまうと、もうお隣の鹿児島空港の方が宮崎空港よりも地理的に近いので、鹿児島空港側からアクセスするのを考えた方がいいかもしれません。最後にご紹介するのは観光地が密集している日南市などの県南部です。
日南市へは小林や都の城と同様に直通のバス路線が出ています。平日が1日9往復、土日祝日が8往復です。本数が少ないように思えるかもしれませんが、結構観光には便利です。青島や堀切峠、三面瀬日南、宇土神宮など宮崎県を代表するような観光地を軒並み通っています。バスを降りて1時間ぐらい使って観光地を一通り楽しんだら、ちょうど次のバスの便の時間になっているので、意外と不便さは感じないかと思います。所要時間と料金はご覧のようになっています。都城や小林の港でも述べた1日乗車券が便利ですね。ただ長時間運転されるにもかかわらず、高速バスタイプではない一般的なバスの車両が使用されるため、ちょっとお尻が痛くなってしまうかもしれません。またトイレ休憩もありませんので、その辺は覚悟しておいた方がいいでしょう。また乗り換えこそ必要ですが、 JR 日南線も利用することができます。特に日南線については、宮崎駅や南宮崎駅から観光特急の海幸山幸号が日南市方面に運転されておりまして、車内のアテンダントさんが紙芝居で観光地ゆかりの神話の解説をしてくれるなど、お客さんを飽きさせないためのサービスが豊富です。普段だったら何もすることがない移動時間でさえも楽しむことができるでしょう。またトヨタ自動車が提供するアプリマイルートの中限定で、 JR とバスを一緒に利用することができる日南ワンデーフリーパスというものが利用できます。これを使えば1日なんと2000円で宮崎駅、宮崎空港から日南にかけての JR 線宮崎交通バスが乗り放題になります。先ほど述べた特急海幸山幸号にも特急券を追加で購入すれば利用することができる非常にお得な割引切符です。日南方面の観光を検討されている方は、ぜひこのマイルートをダウンロードしておくことをお勧めします。ちなみに宮崎県南部の観光地として都井岬も非常に有名ですが、こちらは公共交通でのアクセスが非常に不便なので、ここでは紹介しないでおきます。また時間があったら都井岬へのアクセス方法をまとめた動画も出せればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。宮崎県は公共交通があまり発達しておらず、車がないと移動がとても不便な印象があります。しかし調べてみると、意外と観光に利用できる公共交通がありますので、車の運転ができないという方もぜひ旅行を検討してみてはいかがでしょうか。わからないことなどがあれば、ぜひコメント欄にお書きください。時間の許す限りご質問にお答えしようと思います。それではご視聴ありがとうございました。